はい、こんにちは。山寮と申します。まあ、郵便解説です。今回はですね、第4種郵便物っていうのでね、やっていこうと思います。ただ、これはね、結構ね、細かくわーっとあるんですよね。第1種もね、まあまあ大変でしたけど、第4種の方のが、まあ簡単に言うと、安く送れるんですよね。これめちゃくちゃ安く送れる、システムなんで、その分規定もすっげー細かくなっております。まあ、とりあえず、一覧見てみてください。こんな感じで、ドーンと出てます。第4種郵便物っていうので、まあ通信教育用郵便物、展示郵便物、録音、特定録音物等郵便物、植物種子等郵便物、学術観光物とかバーッと書いてありますね。まあね、これね、普通全部合わせてもね、本当に全体のね、取引量のどんなパーセントなんやっていうね、2% に行くのかな、3%、10% 絶対行かないですよっていうぐらい、すごくマニアックなところなんで、本来ならね、まとめてやるところなんですが、まあ、ここのチャンネルはね、あくまでも徹底解説をしようってことなんで、これに関しては、ちょっとそれぞれでやっていきますってことで、第4種郵便物で、まずは、通信教育用郵便物っていうのを取り上げようと思います。通信教育用郵便物っていうのは何なのかっていうと、まあ、そのままなんですけど、いわゆる、通信教育ですよね。よくあるじゃないですか。まあ、一般的によくね、資格取ったりする通信教育でね、使うようなやつ。例えば、ね、テキストがね、こう送られてきて、それで答えてやるやるやつとか、テキストを、もらってね、それに合わせてオンラインでね、受講してやるやるやつとかね、通信教育制とかって呼ばれる。で、よく高校なんかでもありますよね。夜間学校とかと合わせてあるので、通信教育制というのがあったりするわけです。で、この通信教育制やってる学校というところには、これが適用されます。ですので、その通信教育を行うのに行う教育物を送るときっていうのは、これはもうね、教育の一環になりますからっていうので、めちゃくちゃ安くなって、これ15円から送れるんですよね。ですからね、この、学術通信教育用のやつね、やるね、学校さん、通信教育やる学校さんなんか行くとね、5円切手とかが大量にあったりするんですよね。まあ、それで5円切ってね、ペタペタペタで15円、20円とかって貼ったりね、したりするので、定額のやつを大量に持っておったりするとかっていうのが特徴があったりするんですけど、まあ、そういうような感じで、そういうやつは安く送れますよっていうのは、ね、その代わりにやっぱし認可を取るのが大変。少なくともその監督省庁のね、あなたのところは通信教育としての、その学校としての認可をもらわないといけません。文部科学省とかね、そういったところからちゃんともらわないといけません。そうするとまあ話が早いみたいなんですけど、っていうことなんで、まあその認可をしっかりと取らないといけませんから、まあ大変ですよと、いうことになります。まあかなり公共性が高い事業ということで、まあこういうような、そっちが行われてますよということです。まあ、通信系教育をね、受けたことがある人はね、多分見たことがあると思います。お猿さんがね、ちょろちょろって乗ったね、切手、五円切手がね、日本猿が乗ったね、五円切手がピタッと貼っつけたって、まあ、コーナーの場合もあるのかな。うん、私が見たことは切手収納ばっかしでしたけど、切手で貼り付けてね。で、それで送られてくるとかね。切手収納も多かったか。別の手扱いでね、切手で貼りよって支払うっていう方法があるんですけど、うん。まあ、そういった感じでね、応援切手が貼り付けて通信教育のね、通信学校に入ったら、そういうなテキスト送られてきたことあるなっていう経験がある方も、もしかしたらいるかもしれません。まあ、ただなかなかないと思いますので、一応そういう郵便物があるんだというふうにね、思っておいてください。これもね、管轄内に通信教育のあるところがあるとね、あれなんですけど、私は実は管轄内、私の管轄内にはなかったんですけどね、私の隣のデスクね、隣のデスクの担当の方のところに、その、通信教育の学校があったんですよね。ですから、そこでね、よくね、見かけたりしたもんですけど、まあ、そういうような感じで、そういったのがありますよということです。まあ、とりあえずこれに関してはこれぐらい示させていただきますね。どうもご視聴ありがとうございました。